Thank you.
ご覧いただきましたように、天皇杯 JFA 第8回全日本サッカー選手権大会3回戦、川崎フロンターレ対東京ヴェルディが1対0で東京ヴェルディが勝利しました。この結果、東京ヴェルディがランク6位に進出しております。応援